こんにちは、ハイジです。さあ始まりました、お店のお料理をちょっとは見て勉強してみようのコーナーでございます。というわけで先日ですね、ファミリーマートのプレミアムチキンで炊き込みご飯を作って、それでオムライスを作るという動画を出したのですが、それがね、まあちょっと卵は崩れちゃうわ、米の量が多すぎて形がねぐちゃぐちゃになっちゃうわで、ちょっとひどかったんですよ。そんなわけで今日はね、この新宿の街にちょうど来ておりますから、まあ、この街ならさ、多分すごいでっかいのに卵が崩れずに形もちゃんとしてて、しかも美味しいみたいなオムライス屋さん多分ありますよね。そういう店に入ってちょっと勉強をしてみたいと思います。思った感じの店がなかった上に、唯一ここかなっていうところが今日定休日だったんで、ちょっと電車で移動してみたいと思います。だいぶ遠くまで来ましたが、どうやらあれです、ここにでかいオムライスがあるようです。外からだとそういうメニューを出している感じに見えないんですけど、一応ネット情報で来ましたから大丈夫なことを祈りましょう。大食いっていう感じの店構えじゃないですね。こう見てもすごく雰囲気のいいお店ですね。さあ皆さん来ましたよ。でん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 。ほら、俺の鼻の穴と比べてもこんなでかいよ。さあ中身ですね。うわ、熟熟、うわうわ、うまそう、うまそう。これトロの部分だもんね、オムライス。トロだらけだよ。いただきます。本当に美味しい。これこの量マジで一気食いできるな。綺麗に全部包んであるんだよな、ちゃんと。これ俺勉強しなきゃ。この感じね、このお肉、お肉のこのブロックの感じ、ほらグリーンピースもちゃんと入ってますよ。うん、お茶碗5杯分か6杯分くらいのボリュームがありますもんね。わかりますよ、これみんな結構残してますね。あの書き込みにこんなコメントがあったんですけど、ニック0224さんから、毎回思うんですけど、店の中で一人で iPhone に向かって話しながら食べるのってどんな気持ちですか？ねえ、どんな気持ちですか？めちゃくちゃ恥ずかしいよ。まだまだのボリュームですよこれ。あー、マジできつい。これはお腹がいっぱいです。うまっ。最後の一すくいです。はい、よっしゃ、完食です。あのすごい量を食べきりました。いやー、やっぱりうまかったっていうのと、 LINE のスタンプのことが吉本に見つかって売り上げを持ってかれることが決まったことの焼き食いも乗っかってたんで食えました。